はい、こんにちは。今回ですね、こちら前回引き続き Surface Go ご紹介していきます。まずね、今ね、Windows なんですけれども、こちら見てみましょうか。システムかな。今ね、こんな感じで Windows 10のね、Home in S モードということで、Windows S をね、Windows S が標準で入っています。で、この Windows S はね、サードパーティーのアプリを入れられないというね、もう致命的な制限があってですね、ほとんどの方、まあ教育用途はね、そういうのはこのまま使うのかもしれませんけれども、このプロダクティの変更または Windows 10 Pro に切り替えと書いてあるように、ここですね、ここで切り替えを行うということをね、するかと思います。ライセンス認証のところで Windows 10 Home に切り替えるというのがありますので、切り替えるには Microsoft Store に移動しなきゃいけないようですね。プロに変えるのは Windows 10 Pro の S モードっていうのもあるんですね。あ、そういうことですか。ホームとプロという区分と、さらに S と S がないバージョンがあるということで、私はホームの S がないバージョン、普通のね Windows 10 ホームに切り替えたいと思います。Microsoft Store に移動して S モードをオフにします。ここで入手、サインが必要なようです。インストールを押します。あれ、もう終わったのかな？なんかうんともすんとも言えないですけど、すでに Windows 10 S モード切り替えを実行している操作は不要です。こんだけ？システムを見てみましょう。おお、Windows 10 Home と変わっていますね。ということは、もうね、あらかじめアプリはね、インストールされてて、本当にこの切り替えのフラグっていうか、だけなんですね。あっという間に切り替わりました。Edge の、ね、ページもそのまま開いたまんまで終わりましたね。これで Windows 10 Home になりました。でちょっとね、ざっと使った印象としましては、まあ、こういったね、ウェブブラウジング、 Edge のウェブブラウジングだったり YouTube もね、全然問題なく閲覧できます。ちょっとね、このタブをね、開きすぎると重くなる、ね、印象はあるんですけれども、結構快適にブログのね、投稿とか記事もこのキーボードがね、なかなか使いやすいので、かなりね、ちょっとした作業は全然問題なくできるかなと思います。やっぱりね、 Windows フル使えるっていうのは非常にメリットがあるなと感じています。で、ただね、 CPU なんですけれども、ご覧のようにね、結構ブラウザ立ち上げて触ってるだけで、このようにほぼ8割9割ね、CPU 食うかなという感じです。メモリはね、今 3.7、これね、エッジしか立ち上げてないんですけど、あとディスクも結構まあ負荷かかったりします。まあこんな感じで、スペック的には結構ギリな感じなのかなというところで、さらにフォトショップとか、プレミアとか実行すると結構きつい感じがします。プレミアはね、難しいかもしれないですね。ちょっと一度トライしてみたいと思うんですけれども、感覚的にはね、MacBook の12インチよりちょっとなんか動作感、うっていうところはあるのかなっていうふうに感じています。ですので、GPD ポケットと MacBook と、まあ、この、Surface Go ですね、ちょっと比べたりということも行いたいかなと思いますが、まあ、まずね、そのこのサイズ感として、Windows フル使えるということで、まあ、この、ね、サイズ感、アトムでね、12インチぐらいのはタブレット出てはいるんですけれども、こうやってね、キーボードとセットになって、構成されているものはね、かなり少ないかなと。以前購入していたトランスブックのね、チーというモデルよりもだいぶ快適に使えるかなと思っています。ということで今回は Windows 10 Home S モードから、Windows 10の、ね、Home に切り替えて使用してみたという感じをお伝えしました。ではね、悩まれている方参考にしていただければ幸いです。では今回も見てくださりどうもありがとうございます。